はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、こちらのね、バンパイアサバイバーズっていうゲームがめちゃくちゃ面白いということで話題になっていたんで、ちょっとやっていきたいなというふうに思います。ジャンルとしてはね、ローグライクのゲームで、なんか30分生き残るとゲームクリアらしい。で、まあ、俺さっきね、ほんと30秒ぐらいプレイしたんだけど、なんかまあ面白そうな感じはした。というわけで、まあ、早速ね、よくわかんないけど、やっていってみましょうという感じで、今これ、スチームでね、販売されていて、300円で発売されているんで、まあ、めちゃくちゃ安いんでね、まあ、気になった方はやってみてほしいなっていうふうに思います。これはクラスかな ?3 種類いて、まだ1個目しか解放されてないから、まあ、これしかないのかな。やってみますか。まあ、とりあえず敵を倒すのか。なんか使うキーはないのかこれ。めちゃくちゃ地味だけど、めちゃくちゃ地味だけど、これもしかしたら最終的には死ぬほど化けるんじゃねえの。これあれか、経験値か。なるほど、これクリスタルが経験値で全部集めるとなんかレベルが上がるみたいな感じかな。で、新しいユニークスキルがもらえますよみたいな。何取る。ファイヤークイックリーンザフェイスディレクション。ああ、早くない。ナイフにしようかな。ナイフ取ってみようかな。はいはいはい。あ、でもそれ強いな。あの、この繰り返し、なんか攻撃ボタンとかないんだよ、このゲーム。ただただ、歩くだけ。歩く以外の、あれがない。なんも。操作が。一切。え、マジ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 。本当にだから、歩くだけ。俺今、まあ、PC で、あの、キーボードでやってるけど、WASD で、あの、移動してるだけ。あとはもう、オートアタックに任してる。うわっ!これさ、これ、最終的にどこまで派手になるのかっていうのが一番、うわ、やばい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 、やばい待って。つよつよコウモリがいるんだが。つよつよコウモリがいる。あれ、倒したい、つよつよコウモリ。倒したいけど、これ、頭の上にも当たり判定あんのか。待って、なんだ。ウィップ。シールドフロム。だ、シールドと、ナイフ。ナイフレベル2。だから、無知をもう一本の方が強いんじゃないこれ。モタレベル上がった。無知のダメージアップ。無知のダメージアップにしよう。え、やばい、見て見て見て。ムチが2本。ムチが2本ピンピンで出るようになったんだけど。待って、なんかあの、やばい、V がある、V。あの V 取りたい。なんだあれ。待って、あの V 何?あの V 何?この、V 入手。何この、なんかオンラインカジノの、なんか、クソ安い大当たり演出みたいな。なんだこれ。何これ。なんすかそれ。なんすかそれ。あ、ナイフレベル2がもらえた。え?やばい。2本出るナイフが。強くねこれ。あ、でも。正面ダメージと、え、待って、ちょ。ちょっと待ってって。待って、もう、なんか、おかしい。お、気持ち悪い。やばい。俺無理なんだって、その、なんか集合体恐怖症だから、俺マジ無理で、そういうの。危な。え?どうしよう。マジックワンド取ってみる。あー、近い敵に、行くね。でもこのゲームさ、多分単体ダメージを伸ばしていってもしょうがなくね。こんな物量が出てこられると、多分おのずと範囲攻撃が強いゲームになるんじゃねえのかな。浅い、まだ俺。このゲーム。浅いか。最終的には、単体火力も必要になってくる局面が出てくる。もしかして。うわー!よし!マジックワンドレベル2。キングバイブル。オービッツアランドキャラクター。おー。このサンタウォーターが強そうだな。ジェネレーティングダメージゾーンって書いてあるから、ダメージゾーンを出してくれるんじゃない?範囲攻撃じゃないだから。ダメージゾーン。え?でもなんか、悪空間から、
なんか悪空間から降ってくるんだけど、薬が。え、てかこれ30分生き残るのってクソむずくね。待って、この色付きコウモリ倒すと V 入賞できる。待って待って待って、やべえ、このゲーム面白え、このゲーム面白えじゃん。いや、ゲームってあれだね、もういらないんだね、攻撃ボタンとかね。 V 入賞、これがいいんで、やばい、3本ある、何これ、3個もらえるの、もしかしたら。え、何その、どういうことこれ、選べるってこと、それとも3個全部もらえる、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、何が起きてんのかわかんないけど、やっぱり、待って、マジックワンドレベル上げていくと、クールダウンが下がっていくんだ。最終的に、めちゃくちゃ早く、マジックワンドでビュン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 触れるようになるみたいな。うわ、悩むなぁ。ウィップは、ムチは、ダメージのエリアが 10% 広がるから、まあ、単純に火力アップになるな。まあ、一応なんか、この基本的なムチを伸ばしていってみるか。どのぐらいのバリエーションがあるんだろうな、このビルドに。いや、俺はここ、行くよ、これ。マジで。行くよ、俺。あ、待って、ごめん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 。サンタウォーター。ファイアワンモアプロデスタイル、バイス。あ、これ強い。これ強い、これ強い、これ強い。2個、2個落ちてくる。やっぱさ、これ範囲攻撃が強いんじゃない？あれ、で、この、あれか。そっかそっかそっか。この、ダメージエリアを使いながら、この周りで立ち回ることによって、より安全にファームできる。あとみんなこれ、このゲーム300円は安すぎ、さすがに。このゲーム300円安すぎるわ。はいはいはい、サンタウォーターでしょ。え、やばい。いいなぁ。やっぱさ、敵の物量が一番大事だよな、この手のゲームって。インフレ、自分の火力がインフレしていくにつれて、まあ、敵一体が強くなるよりは、やっぱこれ物量が上がった方がおもれえよな。はい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 。あれどうしよう。アックス取ってみる。何があるんだろう。どうやって斧をつく、うわ、なんか出た。俺の思ってる斧の出方とちょっと違うんだけど、自分の頭の上から斧がピヨンで飛び出て、え、いやー、何、待って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 、外堀埋められてんだけど、どういうことこれ、何これ、これ何これ、マジで、これ何これ、外堀埋められてんだが、待ってこいつら、待って、こいつら近づいてきてる。よし、倒した。集合体だったわ。どれか一体を倒せば消えるぞ。あ、なんだこれ、え、何、やばい、ボーナスタイム来た。やべ、これ今切るんじゃなかった、これやべ。いや、クソおもれえな。インディーズゲームってさ、こういうさ、ダークホースみたいなのが颯爽と現れてるからめちゃくちゃいいよな。全くさ、やっぱ、その、AAA タイトルのさ、ね、発売2年前から待ってますみたいな感じじゃなくてさ、颯爽と現れるじゃん、こういうダークホースが。これ一番いいとこだよな、インディーズ系の。しかも俺の3、あ、V 入賞。あ、V が待って、3つ目の V やばいんじゃね。どうしよう、ナイフあげとく。結構これ単体も強くなってきたわ、敵。待って、これ欲しい。うわ、取れねえ。
え、この、え、こいつらわざとさ、え、あの、V の周りに集まるようにさ、AI されてないこれ、気のせい。え、まずずるいんだけど。いや、いけねえ。え、マジでいけねえ。いけるいけるいける。一本なの？しょぼ。これ何に使うんだろう？ゴールドみたいな。これ何？あー、斧レベル2か。あー、でも斧強いな。なんだかんだやっぱ。あ、待って。抜けれね、抜けれね。あー、来た。来た。ちょ、待って、マジで、それは本当に気持ち悪い。まあでも、殴りゃ、やばいって。ちょっと、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 ちょっと。いや、昔ね、こういうゲームあったんだよ。敵から、弾幕、敵の弾幕を、逃げるだけっていうゲームがあったんだよ。特訓っていうね、ゲームがあったんだけど、それを思い出すわ。知ってる？多分20年ぐらい前だけど。特訓99ってね、ずっとやってた俺。やばいやばい、さっきの。うわー、マジックワン、いや、ナイフ取ろう。ナイフも、やっぱ数が増えてくるに、来ることによって。待って！やばい。すごいのいる。俺、今単体火力も上げてるから。うわぁ、あのコウモリ倒してぇなぁ。いけるか。あー、いて！来た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 ！頼む！頼む！あ、で、1本やだ1本やだ3本さっきの3本超レアだったんじゃないこれ。まあまあ悪くない。サンタウォーターは割かし当たり。あ、 0.3 秒長く残るとかあるんだね。あー、そろそろシールドとか取っといた方がいいのかな。マジシールドありだな。腐らないからな、絶対シールドは。この手の、まあ、回復がなくて、まあ、長生きしてくださいね、なるべくっていうゲームは、まあ、基本的にやっぱ自分の、その、回復あったわ。まあでもこの手のローグライクの基本として、HP をいかに温存するかっていうのが、何よりも大切。だから、まあ、シールドは腐らないよ、絶対。言うてもでも俺歩いてるだけだからな。え、待って、今9分？今9分？ごめんね、みんな、この動画30分かかるけど、いつもよりもすごいボリューミーな動画になっちゃうけど、ごめんね。9分だわ、今。あと、これの2倍。ごめん、3倍。サンタウォーターがマジ強え。いや、サンタウォーターがマジで強い。ちゃんと仕事するわ、サンタウォーター。いや、サンタウォーター強すぎる。無知がね、もう全然仕事しない。やっぱ横にしか攻撃できないって欠点だな。上に攻撃できないのは、ちょっとダメだ、これ。いや、マジさ、俺のこと引き殺してこようとする。なんだろうな、すごい。なんだこれ。来た。これよ、これ。これよ。うわ、見た。でんでんでんってなった今。やば。え、なんか新しい。
受けたダメージの 10% 回復するみたいなやつ。それは強いけど、ナイフでしょ、男は。うわ、クソデカカマキリマン出てきた。やばい、クソデカカマキリマンは。うわ、しかも、待って、うわ、でも、よかった。あ、そっか、なるほどね。回復っていうか、このシールドを使えば、まあ、一発ダメージ受けても大丈夫だから、まあ、無理やりゴリ押しで、まあ、細い道を抜けるっていうテクも使えるっていうか、待って、お花が、お花がやばい。お花が知らないうちに侵食してきて、もう、あー、すごいやん。あー、いけ。そう、こういう、シールドの無敵時間を利用して、ゴリ押しで立ち回る。待って、このクソデカカマキリマンがやばい。あー、やべ、なんだ、やべえわ。来たわ。あー、来た、もう、このロード・オブ・ザ・リングの雑魚敵みたいな奴ら来たわ。来ちゃ、あー、すごい。あー、すごい。あ、すげえ。やばい。いや、このゲーム面白えわ。しかも、300円っていうのもいいし、これ気軽に遊べる感もたまんねえっていうか、マジでもう道がねえんだけど。いや、これさ、俺さっきさ、単体攻撃いらないじゃんっつったじゃん。これさ、超大事だわ。何が大事かっていうと、もうさ、自分の進行方向に攻撃ができるのって超大事なのね、このゲームにおいて。まあ、右左だったらまだいいんだよ、無知があるから。たださ、上とかに対してはもう何もないから、俺。だから、その進行方向に対して攻撃できるのは、道切り開いてくれるから、めちゃくちゃ、仕事するわ。はい。いやー、もうナイフでしょ。ナイフはマジ仕事する。待って、来た。こいつ。うわ、でももう、俺狙って倒せないんだけど。狙って倒せない、全然。え、でもさ、なんだかんだ今12分か。意外と、待って、上に V マークついてる。取り行こう。待って、これ来たー、ザワールド。で、このザワールドを駆使して、どうしよっかなー。ナイフだろうなー。しょぼ。なんかでもさ、これ途中で核兵みたいなのあるべ。復活演出。ないのかよ。え、なんかさっきさ、最後の最後で復活演出みたいになってさ、なんかもう一本増えなかった。なんか気のせい。え、どうする、逆に俺がこれで初回プレイでさ、30分到達できたら。それはそれで味気なくない？もうさ、俺もやっぱ数々のさ、ゲームの修羅場を乗り越えてきてるし、ローグライクの修羅場を乗り越えてきてるから、まあ、ただでは死なないよ、俺も。もうちょっといよいよやばいな、これ、今。でもね、多分ね、その強化に関しては、間違った選択は俺してないと思うんだよ、そんなには。ただやっぱこのゲーム、経験値を稼ぐことが大事だから、おそらくね。だから、なるべく、その、回収していかなくちゃいけないんだよ、このダイヤモンドを。で、敵が強くなっていくペースも、多分、時間なんだよね、これね。自分のレベルに応じて敵が強くなってるんじゃなくて、時間に応じて強くなってるから、うわ、待って、やばい！うわぁ！死ぬときは、あっけないと。いや、
面白いわ。いや、なんか、なんかパッケージっていうか、スチームのアイコン見て、なんだよ、この鉄拳のカズヤみたいなアイコンはと思ったんだけど、いや、普通に面白いわ。何？あ、え、待って、難易度とかあるんだ。ノーマルって書いてあるから、難易度とかあるんだ。14分生きて、766ゴールド稼いで、レベルは19でしたと。え、敵は3455体倒しましたよと。あ、しかも、なんかやればやるほど新しいアイテムがアンロックされてるな、これ、多分な。新しい、やればやるほど、そのやっぱ強くなっていくみたいな、育成要素もあるんだね。ちゃんと次回プレイに引き継がれる要素みたいなのもやっぱあるんだ。あ、しかもちゃんとどの武器で一番ダメージ出したのかっていうのもちゃんと出るんだね。これは、これいいね。やっぱほら、俺の読み正しかった。サンタウォーターの信頼度が半端ないもん。俺 DPS123 出してるからな。めちゃくちゃ強かった。いやー。このお金何に使うんだろうね。この827。パワーアップ。あー、なるほどね。その、なんか、スピードとかをなんか上げれるんだ。いろいろな、この、恒常的に強くできるんだね。あの、キャラクターの移動速度を上げるとか。あー、なるほどね。ちゃんとだからお金を稼いで次回プレイに活かしていくみたいな感じで、徐々に徐々に、まあ、ベースの強さっていうところは上げていく感じのローグライクだね。いや、これ面白えよ。頭空っぽにして、まあ、俺浅いよ。浅い視点で言うけど、頭空っぽにして、やれるゲームだなって思っていて、すごくいいんじゃないでしょうかっていう感じで、ちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じのゲームなんで、このヴァンパイアサバイバーっていうゲーム、Steam で今300円で売ってます。そして、なんか体験版みたいのが、なんかブラウザー上でもできるみたいなんで、なんか PC ある人はぜひそれでもやってみてください。このぐらいの、ゲームだったら別に多分皆さんどの PC でも、今現存するどの PC でも動くと思うんで、まあ、ぜひやってみてください。概要欄に貼っておきますね。という感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、ためになったら楽しかったよ、なんか知んないけど、最後まで見ちゃったよという方はね、良かったらチャンネル登録して応援してくれると嬉しい。よろしくお願いします。このチャンネル毎日ね、ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかゲームレビューとかやってます。皆さんゲーマーにいち早くいい情報をお届けできるよう日々奮闘しておりますのでね、よかったら応援の方でよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。